いきなり見かけ民謡。さあ今週も始まりました、いきなり見かけ民謡、略していぎみん、見かけプロジェクトの佐藤光輝です。今日は本間さんと翔さんがいません。なぜかというと後で詳細は言いたいと思います。見かけプロジェクトとは、日本各地に存在する、民謡をですね、現代の感覚で作編曲して、全国の民謡の良さを改めて、日本のみならず世界に伝えていく、そんな活動をしているプロジェクトでございます。ということで、自分自身に言いたい、本当お疲れ様でした。本当に疲れました。はい、レコーディングって体力とか精神的な部分もかなり削られるんですけど、今回は本間さんと翔さんいません。そしてレコーディングにもですね、いませんでした。これなんでかって言いますと、まあ、またこれ詳細をね、後日発表しますけれども、全部で10曲でしたっけ、10曲ですよね、11か、全部で11曲、収録しました。大変、もう尺八もいっぱい使いました。一番長いのは2尺2寸という長さからですね、一番短いのは1尺6寸という短い尺八まで幅広く、使いました。いやー、今までこう翔さんのね歌の伴奏として尺八が入ってたんですけども、今回は僕の尺八が歌という形で、近日中に発表されますので、こちらもご期待くださいませ。本当この狛江のスタジオ、ありがたいことにですね、その私が使ってる泉州尺八工房っていう、工房さんがあるんですけど、三塚さんが、経営されてるね、その工房がすぐ近くにあるんですね、この狛江のスタジオは。まあ、このスタジオを三塚さんが経営してるスタジオなんですけども、とっても素敵なね、スタジオなんですが、近くにねその工房があるので、とってもこの安心して演奏できると言いますか、少しもし尺八にトラブルがあった時とか、ちょっとあれだな、ピッチがあれだなと思ったらすぐに直せるというですね、好条件の中、私レコーディングさせていただきました。まあ、そういう安心感も大事ですね、やっぱりね。本当に11曲ですよ。まあ、まだね完成じゃなくて、これからその、ちゃんとレコーディングしたものをいろいろこう修正したりとか、バランスを見たりとか、そういう作業もまだあるんですけども、とりあえずですね終わりました。自分で言うのもなんですけど、時間的にはかなり優秀な進行でことが進んでったじゃないのかなと。本来だったらいつも10時ぐらいまでやってるんですけどね、もう今日はね日が落ちる前に終われそうです。ほんとやったぜ、夜ご飯までには帰れそうだ。はい、そんな感じでレコーディングをしてました。2日間ねレコーディングしてましたね。だから1日約5曲6曲っていうとこですかね。あんまり今まで見かけだと1日でよくて2曲、だいたいみんな1曲で終わったりとか、まあそういう、まあ、そんだけね時間かけてやってるんですね。はい、やってるんですけども、今回は1人ということでね、誰にも邪魔されず、自分の全部いつも邪魔されたわけじゃないんですけど、自分のペースで、やらさせていただきました。はい、でこのね僕の吹いたバージョンも近日発表されると思いますので、どちらも情報をお楽しみにしててください。ということで、今月はもう5月ということでですね、まず5月の末ですね、南相馬の方で、公演をさせていただきます。そこからそれを皮切りに6月はいよいよ浅草ワンマン歌劇場で私たちのワンマンライブがありまして、そこから外ツアーがね結構ねトントントンとありますんで、皆様ねぜひぜひ、浅草のみならず、たくさん来ていただけたら嬉しいなって思います。浅草昼夜2回公演ですので、まあ、内容がねこう変わるか変わらないか、ちょっとこれから僕らのその内容を決めていくにあたってまだ決まってないんですけれども、おそらくそこまで内容変わらないんですが、昼夜2回公演来ると特典もあるみたいなので、ぜひね1回のみならず2回見に来ていただければなって思います。そしてこれからですね、これも私、まあ、個人的にもお見かけでも多分発信すると思うんですけど、浅草ですね、浅草の各所にポスター、
チラシをですね、貼らさせていただこうと思ってまして、公演が終わった暁にはですね、そのポスターが貼ってあるお店巡りなんかもお客さんにしていただいて、こう浅草をね、盛り上げていただきたいなと思うんですけども、まあ、まず今も貼っていただいたところで言いますと、浅草にあります民謡酒場、みどりさんというところですね、みどりさんというところと和の屋追い分けさんに、貼っていただきましたので、ぜひですね、本番確か日曜日なんで両方ともお店、やられてると思います、営業されてると思いますので、ぜひ終演後、全然まだやってますから、ぜひ民謡酒場行ってみてください。実は僕昨日も行って行ったんですけども、本当同世代の若い民謡の人たちが働いて、切磋琢磨して、そしてステージもね、ほんと圧巻のもうレベルの高い民謡を聴かせていただけますので、まだ津軽三味線のね、全国大会のチャンピオンがいっぱいいますから、ぜひそんな津軽三味線も聴きに行っていただいて、もしね歌える方がいましたら、お客様コーナーっていうのがありますから、その時にぜひね、皆さん歌える曲、また自信がある曲とかですね、例えばこういう思い出があるから歌ってほしいですみたいなリクエストも多分受けてくれますので、こういう曲を聴きたいですっていうリクエストもねできますから、ぜひその辺を気に入ってください。ちなみにね、料理とっても美味しいんですよ、民謡酒場料理両方とも。それで僕のおすすめは、そうだな、みどりさんはあれなんですね、秋田県にゆかりのあるお店で、だからね、いぶりがっこがねすごいの、みんなが知ってるいぶりがっこじゃなくて、もすごい大きくてね、なんて言うんだろうな、こんなサイズなんですかっていぶりがっこで、味もすっごい美味しくてね、ぜひそのいぶりがっこ食べてほしいな。で、追い分けさんもいろいろ料理やってあるんですけど、やっぱり土壌の唐揚げじゃないですかね、土壌の唐揚げ、ぜひこの土壌の唐揚げも食べていただきたい。あと個人的に好きなのはみぞれ揚げっていうのがあって、唐揚げのみぞれ揚げなんですけど、これもねさっぱりしてとっても美味しいんで、ぜひ食べてください、はい、ということで、ね、まだね他にもチラシポスターをこう貼らせていただこうかなと思ってるお店飲食店さんたくさんありますので、それもまたこう、決定して貼っていただき次第ここに貼りましたということをご報告したいと思います。ぜひね、お昼の部見るだけでもその後観光たくさんできますし、夜の部終わった後でも民謡酒場はやってますんでね、ぜひ行っていただければ嬉しいです。はい、本当に疲れました。目の前に尺八があるんです。ついでにね、あ、これはちょっとラジオの人は見えないかもしれないですけども、まあ一尺六寸、その名の通り、だから3518だから48センチですね、約48センチ。これが48センチの尺八も使いました今回のレコーディング。これが一尺六寸、そして一番長かったのが二尺二寸なんで66センチ、約66センチでできてる尺八ですね。これがこういうことですね。約倍ぐらいありますよね。まあ倍まではないけれども、長いです。本当に。一尺六寸。だから48センチと66センチの尺八を今回レコーディングで使いました。もちろん他にも、二尺の約60センチの尺八も使ったし、一尺九寸っていうのも使ったし、二尺一寸もうね、見かけはね二尺一寸が多いです。翔くんの歌いやすいキーが二尺一寸なんで、はい、ということでね、今回そのレコーディングのために楽器もねちょっと新しくしたりメンテナンスしたりいろいろ準備して、臨んだわけですけれども、やっぱりまあ吹き慣れてるとか民謡をやっぱりそのずっと小さい時から聴いてきてやってきた音楽なんで、スムーズですね。分からないことが、わからないことがないって言ったら語弊がありますけれども、すごくなんかその、あ、このアレンジだったらここはこういう風に吹こうかなとか、そのアイディアとか引き出しが僕のやっぱり本当フィールドというか昔から培ってきたものが多いので、本当に今回はいろんなアプローチをしてやってみました。まあ本当これも完成が楽しみでございます。まあ本当にね、翔さんの歌があった方が本当は絶対いいんですけども、まあインストという形でね、またこれも発表いたしますので、ぜひこちらの情報解禁もお楽しみにしてください。まだ発表してないこともね、いっぱいありますんで、ほんとこれからね、これからって言ってももう5月これで中旬になって6月に入ったらもう半分終わったってことですからね、2023年、本当に早い限りですけども、まあ、まだまだね、全国
各地飛び回りますんで、みかん系プロジェクト、ぜひ皆さんもこれからも応援のほどよろしくお願いいたします。また毎週金曜日は夜10時はこの夜8時、金曜日の夜8時はこのいきなりみかん系民謡もぜひ聞きに来てください。皆さんの、皆さんの、そうだね、皆さんのこのいつも応援していただいている意義民お待ちしております。それではいきなりみかげ民謡は毎週金曜日、先ほども言いましたけど夜8時から、放送しております。過去のアーカイブなどもね、残っておりますので、 YouTube の方には映像も残っておりますので、ぜひともぜひとも過去の回も聞いてみてください。それでは、みかげプロジェクトの佐藤光輝でした。レコーディング、ふてさんお疲れ様でした。じゃあねー。